NEC インターチャネル。出会いは偶然で、どこにでもあることでも、私には大事なストーリー。どれかしら。フローラルミントでいいのね。この制服また後で会いましょうね。おめでとうございます。
なんか照れちゃうな。照れない照れない。これでまた一つ年を取っちゃったわね、ひろふみくん。おめでとうございます。本日のケーキおよびドリンク、デザートはすべてサービスになっております。それではごゆっくりどうぞ。終わってどこへ行ったのかと思ったらまた掃除なの？そうだったかしら。でもサボっているわけじゃないから、私がとにかく言うことじゃないわね。あ、そうそう、忘れるところだった。木下オーナーが呼んでいたわよ。また何か悪いことしたんでしょう。クビになっちゃうわよ。計画って何のこと？なーに？あからさまに目を背けちゃって怪しいな。ほらほら、それよりも早くオーナーのところに行った行った。事務所で待ってるから潔く怒られてきなさい。そのことなんだが、そんなに固く考えなくていい。リラックスして聞いてくれたまえ。まず本題に入る前にこちらから軽く説明をしておこう。すでに耳にしていると思うが、今年の8月に4号店新規オープンの方向性で各店舗のスタッフたちに動いてもらっていた。各スタッフの助力のおかげで4号店は予定通り8月1日から開店することが先月正式に決定し、その土地での広報活動も滞りなく進んでいる。あとは8月1日に4号店の開店を待つばかりとなっている。新規オープンなので経験スタッフは一人でも多い方が助かる。男性の場合は特にな。そこで本店の男性スタッフに一人一人面談をして、意見を聞いているところなのだ。一応一通り聞き終わり、面談は君が最後だ。ヘルプ機関は土地柄的に海水浴客でにぎわう8月いっぱいを予定している。しかしこちらから4号店へ通勤するためには少なくとも片道3時間はかかるのだよ。ヘルプを引き受けてもらうには社員寮への住み込みが前提になるな。もちろん強要ではない。君の場合20歳未満なので親御さんの承諾も必要になるだろう。そうか、今は即答してもらおうとは思っていない。すまないが考えておいてくれたまえ。よろしく頼む。浮かない顔しちゃって。やっぱり怒られたんでしょう。もう見るからに。でもそんなに落ち込まないの。嫌なことはすぐに忘れちゃいな。違うの？それじゃあ一体オーナーから何を話されたの？ずいぶん急な話なのね。ちなみに私は聞かされなかったわよ。最後って言われたんでしょ？ウェイトレスは足りているってことなのかしら。住み込みのヘルプか。ちょっとだけ行ってみたい気もするな。ちょっとした刺激になるんじゃないかなと思って。ねえ、そう思わない？何か言ったかし。どちらにしても、はい、わかりましたと即答はできないわね。そうかといって、ヘルプ要請を無限に断ること、どうするの？
4号店の施術引き受けるつもりなの？Come on.
やだよ、あんな高いの登れないよ。男の子のくせにみんなだらしないな。Thank you.
いらっしゃいませ。ピアキャロットへようこそ。それじゃ前回の続きからね。